はいえー、皆さんおはようございます昨日に続いてご出席いただき誠にありがとうございます出席員16名でありますこれより予算特別委員会を開きます先例により記録署名委員を委員長から指名いたします狭党委員副知委員以上の方にお願いいたしますそれではこれより付託議案の審査を行います今時定例会において本委員会に審査を付託されました議案は県第1号議案 平成29年度広島県一般会計予算など16件でありますこれら議議案を一括しして議題といたしますこれより質疑を行いますが、昨日申し上げましたように、発言時間の計測は、委員長席および質問席の残時間表示計によることとし、午前、午後、それぞれ各会派の持ち時間が終了しますと、質問席のランプが点滅をいたします。 なお答弁も発言時間に含まれますので答弁は簡潔にお願いいたしますそれでは通告者に順次発言を許します三好委員以<上>えー、皆様おはようございます 自民議連福山選出の三好良次でございます総括審査トップバッターとして質問の機会をお与えいただきまして、尾形直之員長、そして先輩同僚議員の皆様に感謝を申し上げます。執行部の皆様方には、議会対応等で日々お使いのとこうと思いますけれども、これまでにまして温かいご答弁いただきますよう、お願いを申し上げまして、早速質問に入らせていただきたいと思います。 はじめの質問は、欲張りなライフスタイルの実現を掲げる来年度の予算編成にあたっての知事の思い決意についてお尋ねをいたします。湯崎知事にとりましては、2期目最後の予算ということもあり、強い決意を持ってその編成に臨まれているものと思います。知事は来年度の予算に、広島県民総欲張りライフ応援予算というキャッチフレーズをつけられました。このキャッチフレーズについては、今次定例会の一般質問においても、 様々な意見が出される中で少々批判的な意見もあったところであります私自身は良い印象を持っておりますがこうした意見もあるということも踏まえた上で間違ったメッセージが一人歩きしないよう県民の皆様により丁寧な説明をしていくことが必要ではないかと考えますそこで再度平成29年度予算の編成にあたり広島県の進むべき方向として欲張りなライフスタイルを掲げられた知事の思い 実現に向けたたた決意をお聞かせいいいだきたいと思います湯崎知事広島未来チャレンジビジョンが目指す姿は、豊かさを実現できる経済を背景に、県民の皆様一人一人がそれぞれの価値観に基づき、ライフサイクルにおけるさまざまな場面で安心して健康に生きがいを持って、 暮らすことのできる社会を実現することであり広島で暮らすことに満足し誇りに思っていただきたいと考えておりますしかしながら今後予想される労働人口の減少により経済規模が縮小し地域の活力が失われる悪循環こういったものを回避するためには意欲ある働き手の雇用の場を作り様々な状況にある個々人が 仕事と暮らしを追求し、個性と能力を十分に発揮することができる、欲張りなライフスタイルに支えられた活力ある経済、社会を構築していくことが重要であると考えております。なお、この欲張りなライフスタイルの実現に向けた取り組みは、個々人の価値観に踏み込むものではありませんが、例えば個人の価値観としては問題のない、すべてを犠牲にして仕事に打ち込みたいというような考え方が、 社会全体に共有されるようになると、少子化や生産性向上の妨げとなり、いわば合成の誤ビとなって、社会的に悪循環を招く結果となることから、是正していく必要があると考えております。こうしたものにつきましては、国の法律などのハードな制度面に加え、県はそこで働く人たちの実情に合わせたきめ細かい支援により、社会監修というソフトな制度を変えていくことで、社会的変化を達成してまいりたいと考えております。 平成29年度予算、投資予算におきましては、これまでの共感を獲得するための取り組みに加えまして、生育環境の違いにかかわらず、すべての子どもが健やかに夢を育むことのできる社会づくり、個人の状況やライフスタイルに応じた多様な働き方の促進、 雇用や強い地域経済をつくるためのイノベーションの加速、都市の魅力向上と中山間地域の地域力強化などの施策に取り組み、県民の皆様の主体的な行動を応援してまいりたいと考えております。この欲張りなライフスタイルは、広島県のみならず、バブル経済崩壊以降、急激な環境変化にさらされ、多様化、複雑化している今日の日本の課題を解決し、将来の発展につなげていく新しいライフスタイルであると考えており、 その実現に向けましては、私が先頭に立って県民の皆様とともに他方にチャレンジしてまいります。以上、三好委員。はい、えー、大変丁寧なご説明ありがとうございます。あの、知事のこの目標については、あ昨日のお参考人の方からもですね、大変評価をするそういう意見もあったところでありまして、私も同感であります。あの知事の強い姿勢。 また、あえて難しいところにチャレンジしようと、こういう姿勢もよく分かるわけでありますので、そういったことを私たちもしっかりと伝えていかないといけないというふうに思っています。ただ、の欲張り、欲張りと聞きますと、ですね足元の問題、ここはおろそかにされるんではないかという心配も、やはり皆さん、持たれるんだろうというふうに思います。災害ののの復旧でででであああっっったたたたたりりり老朽化したインフラ問問題題また子どもの貧困での問題であったり 医療、介護の問題であったり、あの待ったなしの課題、たくさんありますので、当然、取り組んでいただくわけでありますけれども、そこもバランスよく発信をしていただきまして、ぜひとも、く張いなライフスタイル実現のために、早速この展開をご期待を申し上げまして、次の質問に入らせていただきたいと思います。 次のの質問は福山市との連携についいいてお伺いをいたします2月定例会の開会にあたり、知事はビンゴ都市圏の活性化に向けた取り組み、特に福山市との連携について、友地区道路公安整備事業に加え、初めて福山駅前地区の再生にも触れられ、福山市が策定するまちづくりビジョンの検討に引き続き参画する中で、福山駅前地区の果たすべき役割や集積を 図るべき都市機能の検討を行っていく旨の所信を述べられました。昨年8月に就任された枝広福山市長が、一番に取り組みたい課題として挙げられている駅前再開発について、知事ご自身の口から本会議の席で言及されたことは、私自身、大変心強く感じております。とも地区についても、街中の交通処理対策、防災対策を中心に着実に事業実施、施もしくは準備が進められており、 先だっては、知事自ら再度、山川トンネル案についても説明を行いたいとする意向を地元に伝えられたことが報じられておりますが、今後も引き続き住民の合意形成に向けて頑張っていただきたいと念願するものでありますし、駅前地区の再開発についても、ぜひとも積極的なご支援をお願いをするものであります。 そこで、まだ検討段階ということで、具体的な内容をお話しいただくことは難しいかもしれませんが、福山駅前地区の再開発事業に対する県の支援について、どのような方針をお持ちであるのか、またこの事業も含め、新体制となった福山市との今後の連携の在り方について、どのように考えておられるのか、知事のご所見をお伺いいたします。す湯崎知事 まず、基本認識として、福山市は県内第2位の人口や産業集積を有する県東部の重要な拠点であり、本県の持続的な発展に向けて、県と市が緊密に連携、協力していく必要があると考えております。このため、福山市と互いに共通する課題の解決に向けて、昨年の11月25日に、福山市長と会談を行って、福山駅前の再生や、友のまちづくり、 妊娠・出産・子育ての切れ目ない支援などの幅広い分野において連携・協力することを合意したところでございます現在福山駅前の再生につきましては便庫県最大の交通結節点に位置し広域から人や企業を引きつける拠点として期待されるエリアであることから福山市が過小ではございますが福山駅前再生ビジョンの検討を行うために設置した 福山駅前再生協議会に参画するとともに県市の関係官による会議を開催し意見交換を行っているところでございます県といたしましては今後福山駅前の再生において行政だけでなく住民や企業などの関係者がこのビジョンを共有し連携しながらまちづくりが進められるよう推進体制の構築をサポートするほか 都市計画制度の運用に関する技術的な助言をはじめ、必要な支援を行ってまいりたいと考えております。今後とも定期的に福山市長との会談を開催をいたしますとと,ともに、事務レベルでも意見、情報交換を密に行って、良好なパートナーシップや信頼関係を深めることにより、福山駅前への再生をはじめとするさまざまな分野において、連携協力を進めたいと考えております。以上、三好委員。 ず、はいぶんと,と連携を深めていこうという思いを伝える答弁であったと思います。あのえー 県と福山市の関係については、まあ、これまでもご心配いただく声をずいぶん聞いておったわけでありますけれども、えー、県と市の間で,です、ね、今後、市長と知事の間で定期的な会談もするという約束もされたようであります。あの大きな潮目の変わり目ということで、期待をされている声もずいぶん聞きますので、ぬ、えー、か喜びに終わらないよう、えー、一層連携を深めていただいてです、ね、福山市が県東部の拠点都市としてしっかりとお役割を果たせるよう、引き続きご支援のほどよろしく お願い申し上げまして次の質問に入らせていただきたいと思います次の質問は災害時の初期対応についてお伺いいたします昨年6月22日私の地元福山では大雨による浸水被害崖崩れによる道路の封鎖など多くの災害が発生をいたしました私もできる限り現場確認に入りましたがそこでは目の前で河川の護岸がどんどんとえぐられていく中 管理業者の方がすぐ近くにいるにもかかわらず、市の職員からは、県が現場確認に来るまで手出しができないと言われ、ただ指をくわえて見ているしかなかった場面にも実際に出くわしました。おそらくこれと同じようなケース、また逆に市の管轄分に手を出すことができず、県職員は黙っておくしくなかったようなケースもずいぶんあったのではないかと思います。 こうした現状を踏まえ、建設委員会でも何度か質問させていただきましたが、例えば福山市と広島県の間において、災害発生時の情報共有、応急対応などの協定を結べば、もっとスムーズな初期対応ができるのではないかと考えます。ままた普段から研修訓練等は必要だと思いますが 県や市の土木の技術畑の OB の方々にもご協力をいただき、災害時には権限を持って働いていただけるような仕組みができれば、マンパワー不足を解消できるのではないかとも考えます。 私のこうした提言に対しては、今後、検証を進めて、県民の皆様方により安全を感じていただけるように努めていきたいとの答弁をいただき、希望を持っているところですが、それでは来年度、実際にどのように取り組んでいかれるのか、土木建築局長にお伺いをいたします。<上>土木建築局長。今年度から 大規模災害時の現地情報連絡員派遣要領を定め、発災直後から県の土木技術職員を被災市長に派遣することとしております。これに基づき、6月下旬の梅雨前線豪雨におきましても、福山市と尾道市に職員を派遣して、災害情報の早期収集や技術的な助言を行ったところでございます。また今年度から市長と連携して 情報収集をはじめとした初期対応を強化するための実動訓練を実施しており、来年度はすべての建設事務所で取り組むこととしております。さらに、県 OB 技術職員には、現在、災害復旧などの技術的助言を行う災害復旧技術専門家や、災害情報の収集を行う砂防ボ,ボランティア広島県協会会員などとして、ご協力をいただいているところでございます。引き続き、さらなる検証を行い、 市長や県 OB 技術職員などと連携した初期対応の充実強化に努めてまいります。以上、三好委員、はい、ありがとうございます。あのまあいろんなあその協力関係を結んでいくということでありますけれども、やはりまだまだあのこぼれているところがあるんだと思いますので、まあ協定を結んだいですね、いろんなあそういう協議も。 もっととしていいいたただきたいと思いますあの実際に災害が起きてです、ね、被害に遭った方、また被害が目前まで来ている方の目の前で,です、ね、県や市のルールをですね、ルール説明しても、それはなかなか虚なしいわけでありまして、やはり物が壊れてしまうことは仕方ないかもしれませんけれども、あのしっかり心に寄り添ってです、ねあの、できることをしていくあの、そういう血の通った土木行政、これからも考えていただきたいと思いますし、その穴をしっかりと埋めていっていただきたいというふうに思います。 続いて、道路の被災情報の発信についてお伺いいたします。今回の豪雨では大雨当日、その後、数日間は交通渋滞が大変ひどく、町の機能が本当に停止してしまう様子を目の当たりにし、強い問題意識を持ちました。 道路の交通止めなどの情報を得るサイトとして、広島道路ナビがありますが、このサイトの情報は、災害発生時等に地元からの情報をもとに、職員が現地を確認しに行き、更新する仕組みであると聞いております。この方法では、確認に行く職員自体が渋滞に巻き込まれ、現場に到着できず、情報更新までに大きなタイムラグが生じてしまいます。 東日本大震災では、Google とホンダが提携をし、道路ごとに車が通れる可能性、通れない可能性を直ちに情報発信し、応急対応や避難に随分と役立ったという話も聞いております。建設委員会でこうした技術の活用を提言したところ、検討していく旨の答弁をいただいたところでありますが、来年度、どのように取り組んでいくのか、土木建築局長にお伺いをいたします。土木建築局長 災害時に道路が被災した場合には、警察や消防などの関係機関と連携しながら、道路管理者として現場状況を確認した上で、通行規制等の迅速かつ的確な判断や措置を行うとともに、県民への分かりやすい情報発信に努めているところでございます。規制情報等を提供してございます広島道路ナビにつきましては、より使いやすいシステムとなるよう、民間企業における交通情報についても、 道路利用者への参考情報としてリンク先を掲載しているところでありさらには来年度当初からの本格運用に向けて操作性の向上や規制情報の充実に加えスマートフォン対応版の新設などの改修を進めているところでございます今後とも利用者の意見も伺いながらさらなるシステム改善に取り組み民間企業も含め関係機関と連携し災害時における迅速な 道路情報の発信に努めてまいります委員長、三好委員。はい えー、そういった企業とも連携するということでありますけれども、あもっともっと踏み込んで、ですね新しい、えー、安心安全、感じれるものを作っていただきたいと思います。あのちなみにこの道路ナビでありますけれども、まあ、恥,ずかし恥ずかしながらあの私もその存在を知りませんでした、えー、これを機に、ですねしっかりとあの県民の皆さん方に周知をしていただきたいと思いますし、先ほど話がありましたとおり、今、だいぶ使いやすく改良していただいてますので、これをしっかりと活用していただくよう、周知をよろしくお願いいたします。 さて、えー、今回の豪雨災害後の災害復旧については、壊れたところを直して終わりとするのではなく、有識者の方を先頭に、さまざまな角度から災害が起きた原因を分析し、住民側からの意見も踏まえながら、今後の整備や対策方針を策定されたことは、大変に評価するものであります。 将来、さらに大きな災害が起きるとも限りませんので、今後ともしっかりと対応していただきますよう、ご要望を申し上げます。その上で、6月豪雨災害を踏まえた治水対策について、土木建築局長にお伺いいたします。6月の豪雨により、広範囲に浸水被害が生じた瀬戸川、猪子川などの瀬戸川流域や羽原川などにおいて、来年度以降、どのような取り組みをされるのか、ご説明をいただくとと,ともに、意気込みをお聞かせをいただきたいと思います土木建築局長。 昨年6月の豪雨災害において被害のあった福山市の瀬戸川流域につきましては治水対策検討会において定めた瀬戸川の河川改修や福川の排水機場の整備猪子川等への監視カメラや水系設置による防災情報の提供といったハードソフト両面からの対策に計画的に取り組んでいるところでございますこのうち瀬戸川につきましては当面の対策として本年5月末までに 1> 約 1km 区間の過小掘削を完了させるとともに、抜本的な河川改修については、詳細設計や用地測量などを行うなど、早期の工事着工に向け取り組んでまいります。一方、羽原川におきましては、地域住民の要望を踏まえ、福山市と連携して対策を進めることとしたところであり、本年の出水期までには、支線を含めて堆積土砂の除去を行うこととしております。 今後とも関係者が連携した再度災害防止に向けた取り組みを強力に推進し、被災地域の安全安心の確保に努めてまいります。委員長三好委員 はい、協力にお勧めということであります。よろしくお願いをしたいと思います。あの、その上でですね。1つお願いなのはあのあれから随分時間が経ってますので、えー、把握されている。まあ、被害の範囲と今若干それよりも広がっているはずですので、えー、当然把握されていると思いますし、私たちもそういったことをしっかり伝えていきたいと思ってますので、まあ、きめ細かい対応いただきますようお願いいたします。また、あの早期着工していただいてですねえ。それでも足らない分は切れ目のない対策ということでえ、そういったことも考えていただきます。ようご要望を申し上げて。 次の質問に入りますえ次の質問は、国民健康保険の県単位化に向けた取り組み状況についてお伺いいたします。 平成30年度から県が財政の運営主体となる国民健康保険については、来年度からいよいよ運営方針や標準保険料率などの審議が始まるわけですが、このことにつきましては、昨年の12月の本会議においても質問をさせていただきました。えー、県と市町が連携をして、医療体制の整備や医療水準の適正化に積極的に取り組んでいく旨の答弁をいただきましたが、まあ、積極的にという一方で、連携してとの言葉も多く、果たして県はリーダーシップを取るのか、 制約に回るだけなのかそのかそ役割認識や気概が今一つ伝わってままいりません昨日の参考,人参考人聴取の際にも言われておりましたけれども、県は、市町に加わる一運営権者ではなく、広域を見渡し、将来を見据え、市町を牽引すべき存在でなければならないと考えます。 今後、いろいろと厳しい局面が出てくることも想定されますが、まず今後の各市町との協議に向けて、どのような覚悟で取り組んでいかれるのか、健康福祉局長にお伺いをいたします健康福祉局長。今回の国保制度の改革は、市長の垣根を超えた より大きな器の中で、公平な制度へ変えていくものであり、統一保険料率を目指して、県と市長で協議を進めております。県は財政運営の責任主体として、国交財政の安定化に努めてまいりますが、市長におきましては、適正な保険給付や保険料の収納について、非保険者の理解と協力を得ながら、その向上策に取り組み、これまで以上に国交制度を適正かつ円滑に運営していただく必要がございます。加えまして、本県では全国に先駆けて地域医療構想を策定し、 身近な地域で質の高い医療サービスが受けられる医療体制の実現に努めるとともに医療費の適正化につながる県民一人一人の健康づくりに市長と一体となった取り組みを行ってまいります県と市長がこうした役割を踏まえつつ連携して持続可能な制度に改革することができなければ医療保険制度の崩壊を招くことにもなりかねないと認識しております こうした認識につきまして、これまでも市長、町長との協議の場で直接説明を行ってきたところであり、引き続き県がリーダーシップを発揮しながら、市長との協議を進めてまいります。委員長 三好委員、はいえー、ありがとうございます、リーダーシップを発揮しながらと、こういう話がありました、えー、しっかりやっていただきたいと思います。あのと言いますのが、あの平成27年に、えー、国がこの単位化の義務を決めたわけでありますけれども、それに先立って、えー、県ではの国保の広域化ということで検討を進めておられました、で国に対してその当時あの、提言を行ってます,です、ねあの、この制度を入れるべきであると、で当時あの、委員会で私も言ったんですけれども、かっこつけるだけだったらやめた方がいいと。 知事会の横やりを引くことになるわけですから、そうではなくて、あのう、クレーモデルも話がありましたけれども、当時からいろんな研究がされてましたので、かき集めて、ですね広島県の将来ビジョンをちゃんと持って、モデル地域として有利な条件を取ると、これぐらいのつもりでやるんだったら、大きい声でやるべきだと、こういう話をさせていただきましたけれども、今、義務化が決まって、ですね全国を牽引していると、こういうふうな状況にはないというふうに思います。で ですけれども本当に最後の最後はあの大変な厳しい交渉にもなろうと思いますので今から大切だと思いますしっかりとリーダーシップを持ってやっていただきたいということを強く要望いたします続いて保険料率の元となる医療費のシミュレーションについてお伺いいたします医療費の増減には様々な要因があり全てを試算することは不可能ですがすでに発表されている地域別1人当たりの医療費 保険料、収納率などの数字を鋭意更新することはもちろんのこと、例えば、乳幼児,乳幼児医療費助成制度の対象年齢引き上げにより、実際はどれぐらいの医療費の膨張を招く可能性があるのか、健康審査の受診率等が医療費とどのような関係相関関係にあるのか、こうした点についても、できる限りその見込みを示していくことが必要ではないかと考えます。健健康康福福祉祉局局長長のご所見をお伺いいたします健康福祉局長 国宝の医療費につきましては、国宝事業費同付金等標準算定システムという国の支援ツールを活用するとともに、市長との十分な協議を通じて現在、試算を行っているところでございます。 また来年度に策定する第3期医療費適正化計画の中で、特定健診の受診や後発医療品の使用など、医療費適正化につながる取り組みの効果を踏まえて、医療費の推計を行うこととしておりますが、えー、ただし、乳幼児医療費助成の拡充に伴う医療費の増加額に関しましては、確立した手法がないことから、推計は困難であると考えております。 医療費につきましては、このほかにも診療報酬の改定や医療の進歩など、さまざまな変動要因がございますが、個々の医療費の推計に当たりましては、医療費適正化計画などとの整合性を図りながら、可能な限り精度が上がるよう努めてまいります。以上三好委員 推計、はいえー、がないという部分もあるという話でしたけれども、あの巷にはいろんな数字が出ております、でえー、広島県、スーパーコンピューターも入れるということでありますので、変数かける変数もこれ、できるはずでありますので、えー、しっかり示していただきたいと思います、あの特に私たち世代や、ね、その次の世代あの、不安感、不信感を持ってます、あのここは諦めると、この制度、なくなってしまいますので、えー、しっかりとそのまずシミュレーション、精緻なシミュレーションをして、数字を出していただきたいと思います。あの荷物もです、ねえーおいか 方一つで軽くなると言いますのでしっかりとそういったことをこう示していただくところからスタートしていただきたいと思います、えー、最後質問をもう一問あったんですけども時間がなくなってまいりましたのでご要望に返させたいと思います、えー、保険料率の設定や保険額の決定については今後私たち議会サイドも責任を持ってその過程を有権者に示していかなければならないと考えますそこで議会についても議会に対しても様々なこれから情報をですね、しっかりとえ教えていただ たいといいとうに思いますまたこれから始まる運営協議会、ここについてもですね制度だけではなくて、えー、その本質に迫ったあ議論をしていただいて、ですね広島県のこれからの医療・介護、どうしていくのかあの、しっかりとしたビジョンをこの機に考えていただきますよう、ご要望いたしまして、えー、私の前半の質問を終わらせていただきます。ごご清聴ありがとうございました